そうですね、まあ、たくさんの新加入選手がいますし、特に、まあ、キャプテンで入ってきた、まあ、柿谷ですよね、はい、まあ、彼の存在はかなり大きいと思いますし、共にオフシーズンに大型補強を行ったチーム同士の対戦です。個と個のぶつかり合い、そして戦術面での駆け引きというのも非常に見応えのある90分になるでしょう。西野は中寄りにポジションを取る。浜下、逆サイドで西野の手が上がる。今いますが、クロスを送ってここは弾き返す。後ろから富山が来た。枠は捉えていました。右サイドに西野が受けて、後ろから白井が走り込んでくる。様子を見て渡りのクロス、逆サイド合わせた杉本。キーパー林の正面でした。ホセアウレリオスアレスです。中島の手が上がる。グッと曲げて姿、先制は仙台。試合時間52分、移籍後初ゴールになりました姿正宏、1対0。またしても先制を許しました徳島、はい、まあ、1本目はこうニアで相手の意識があったと思うので。そして直前のプレーで今西谷にイエローカードが出ました。裏に抜けたホヨンジュ、ホヨンジュ仕掛ける、マイナスのクロスシュートきた。ビッグセーブスアレス。前節絶妙なコンビネーションを見せました中山と、それから山田を同時投入。さあ徳島カウンター、西谷からの縦のボール、渡りが抜け出そうとしたところでキムテヒョンの手がかかりました。カードに手がかかります。あーレッドです。これは得点機会阻止ということで。そうですね、あまりこう中央のところでスペースはこれまでなかったんですけども、まあ、西谷が少し中に持ち運びながら、まあ、渡りのこうスペースに対して杉森仕掛けた、クロス上げ切った、逆サイド西野、こぼれ球の先には西谷から下げて坪井、坪井のシュート、決まった。同点まで追いついた。坪井清志郎今シーズン初ゴール。静的優位を生かしました徳島、またしても同点まで追いつきました。まずここ杉森のところで1対1を作って、ワイドのところに西谷がフリーで構えてましたよね。で少しこうマイナスのところに持ち運んだことで蹴ってきましたけどもね、惜しかったですね。あ、そして今試合終了の笛が吹かれました。徳島今シーズン初勝利とはなりませんでした。